今まで本何冊ぐらい書いてるんですか？30冊とか。今日はですね、TOEICの神様、神崎先生に来てもらってますので、いろいろ聞いていこうかなと思います。よろしくお願いします。こんにちは、神崎です。よろしくお願いします。もぎゅうチャンネルですごくよくテキストをね、使わせていただいてるんですけど、ヤドカリ出版、神崎先生の会社、3冊出してるんですよね。そうそうそう。今まで本何冊ぐらい書いてるんですか？30冊とか。30冊ぐらい、多分数えてない。めっちゃ書いてるってことですよね。そのうちの3冊ここにあるんですけど、一番最初に出たのがこれでしたね。これ初めての挑戦、はい、で初めてだからね。初めての挑戦で、これ2つ目で、今度標準模試1って名前なんですよね。これが標準模試2です。最新のやつ、これが一番おすすめです。これが一番おすすめだそうです。難易度で言うと、これが一番難しくて、これが2番目に難しくて、これが一番簡単なんですけど、これはね、難しすぎちゃうって言われてたんですけど、最近ほらなんかTOEIC難しいらしいじゃないですか。俺受けてないから知らない。世間で難しい時があります。だからそれ対策だったら、もしかするとこれがいいかもしれない、これ僕解いたんですよ、全部リーディング動画にしてるんですよ。めっちゃ難しいですよ。こっちも解いてて、実は、この標準模試2の方も、こっちはすごく、あ、これはいけるんじゃないけど、あ、解けるって思って、これ実はこれまだ解いてないんですよ。これはね、中間ぐらい。中間、これ、この ABC 度のアプリで自動採点できるようになってて、それを使った人の正解率があるんですけど、はい、これが一番低くて、まあこれ真ん中で、これが一番正解率が高い。標準模試2が一番、まあ、簡単ではないですけどね、まあ、普通ぐらい、まあ、普通ぐらい、何イメージやっぱこの赤がね、おすすめってことですね。そう、基本的に使いやすいとも、難しくないから、なんか一般的な本番とすごい似た難易度かなとはもうね、思いましたけどね。そうですね、じゃあですね、せっかく女子の先生に来てもらってるんで、この模試を、まあ、これじゃなくてもいいんですけど、普通にじゃあ模試があります、模試解いた後に、その後こうどういう風に復習すればいいよとかってなんか言ったりします？いきなりそっから違う。模試の時はどこが一番大事かって言ったら、模試を解くのが一番大事なんですよ。おお、模試を解くのが一番大事なんですね。なるほど。模試本の使い方で一番大事なのは模試を解くこと。解くこと。で、200問せっかくあるじゃん。で、200問、テスト形式に並んでるから、これは時間を計って制限時間内に200問一気に解くっていうのが一番いいでしょ。なるほど。もうとにかく200問解きなさい。そうですね。そうです。うん、で、まあリスニングはさ、ほら、ナンバー5とか言ってさ、それについていけばいいわけだから、時間のことは気にしないでいいんだけど、リーディングはずっとシーンとした中でやんなきゃいけないから、時間を意識して、まあ、パート5だったら、1問あたり20秒ぐらいだよね。で、30問あるから、20秒で解くと10分で終わる。パート6は1問、まあ平均30秒ぐらい、1セット4問あるのが2分でしょ、4セットあるから2分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 8分でしょ、パート5、6で18分、そうするとさ、残りが57分か、57分、パート7が、まあ、1問1分ぐらい、あ、50問じゃん、だから1問1分で解いたら54分ぐらい、そうすると3分も、見直しに3分使える、本番の時も時計見るじゃん、だからこれを時計見ながら、どのぐらいのペースで解けば、そのスピードでいってるのかっていうのをチェックしながらやるっていうのが一番大事です。わかりました。もし解く時計は200問で、リーディングは時計を見ながらやるのが大事。そうそうそう。それだとリスニングとリーディングは別でもいいってことですか？いいですよね。ダメなのがダメな理由があって、ダメな理由があって、本番のTOEICはリスニング100問終わって疲れた状態でリーディング始まるじゃん。だからリスニング100問集中して解いた疲れた状態でリーディングが始まらないといけないの、練習の。だからフレッシュな状態でさ、101番からやったら練習なのよ。元気はつらつでやっちゃダメ。そうあーね、分かりました。本番の時疲れるんでしょ。疲れますね。普通の人はすごい疲れて、疲れるとヘトヘトになるの。それやっぱさ、持久力の限界、集中力を2時間維持するっていう自分の限界のとこに来てるからで、限界が今ここまでなのをここまでに上げるのは、同じ練習しなきゃダメ。
小分けにやってたら限界まで自分追い込んでないじゃん。うん、限界まで追い込んでないそう追い込めてそう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 だむしろもっといいのは、うん、もっといいのもっといいってもっと追い込むんだったらこれ2時間で解いて、はい、ちょっと休憩して、うん、これ2時間で解いて、うん、ちょっと休憩して、うん、これ2時間で解いて、うん、そんな解きます ?3 つも解くやりすぎじゃないですか。そしたらコーチトレーニングほらマラソン走るランナーが、うん、練習の時ってさ、うん、オリンピック選手とか100キロとか走るんじゃん、うん、そういうイメージ。実際のレースの距離よりも長い距離走ると、うん、実際のレースが楽になる、うん、3つぐらいもし解きなさいみたいな。まああの余裕がある人はね、まあまあまあ、あの本当になんていうかどれだけあれだ、うんうん、真剣にやってるかね。まあまあ確かに最低でも2時間200問を1組解くっていうのはやったんだよね。俺1日で5セット解いたことある解きすぎでしょ。そうしたらそうしたらさすがに限界超えた、うん、寝ちゃったもんこれ5回って、うん、で1個2時間でしょ。そう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 10時間ぐらいやってるじゃないですか。うん、そうおご飯挟んだりとか。そうえだからまあ2時間といて30分ぐらいで答え合わせ決めてみたいな5セットやったことがあって本番で集中力が続かないとか、うん、疲れちゃうとかいう人はそういう練習もやった方がいいんじゃないかなと。なるほど。僕自身はそれやったことなかったんで。ああ、やった方がいいよ。やった方がいいですかね。でもまあ、でも確かにね、集中力が切れる。そう、集中力続かない人はそういう練習やっていいんじゃない、うん、でもしで一番大事なのは、本当に200問解いて、うん、集中力を鍛えるみたいな。そうそうそう。そう。と、タイムマネジメントか。ってことですね。うん、その2つ。もしはそうやって使いましょうってことですね。そうです。わかりました。やってください。とのことです。わかりました。これちなみに3冊でまあまああって、もし何個ぐらい解けばいいですか、ちなみに。まあ人によるけど、まあでもこれやる前に、公式問題集やった方がいいかも、ね、公式問題集の方が本番に近いから。うんうん、うんまあ、そうですよ、ね。で、公式問題集って今5冊あるじゃん。全部やったら10セットじゃん。それだけやれば十分かな。ダメじゃん、ダメじゃん。これ変われない。だからまあ、だから、公式問題集、あの5冊、10セットやって、うんうん、まだもっとやりたいっていう人がやればいい。うんうん、まあ確かに、うん。まあでもこれ安いからね。900円の公式問題集1冊3000円ぐらいするんじゃん。あ、確かに、そっか。だからまあお金がない人はこっちで。そういうことです。お金がある人は公式問題集やった方がいいです。とのことです。マジで。マジで。まあまあまあそうですよ、ね。まあまあ確かにね。公式はいいですよね。っていうのが、まあ、模試の使い方で、まあ、一番大事な一番大事なところはそこってことですね。うん、で、何復習が何なの。僕ね、復習の方が大事かなと思ってるからなんですよね、普段から。ああ、まあね、復習はもちろん大事なんですけど、復習って、うん、あの、間違えた問題とか、うん、知らない単語とか、うん、そういうの見直すっていうのだから、うん、できる人はそういうのがないじゃん。うん、だから復習することってちょっとしかない、うん、確かに。で、できない人はそういうのがすごい多いから、うん、まあ、復習大事です。あ、今それで思いついたんですけど、うん、質問をね。うん、できない人は、うん、もうできなすぎるじゃないですか、言うたら、うん、もう半分間違いとかあるでしょ、うん、普通に、うん、でもなんかどっから復習したらいいかも分かんないじゃないですか、正直、うんうん、まあ、どこやればいいですかね。あのね、うん、半分じゃ分かりやすいように、じゃあ200問解きました、うん、100問しか合ってませんっていう人は、うんうん、まずちょっと早い、もしやるの、うん、あ、そもそももしやっちゃダメっていうか、うん、やるんじゃねえ、やるんじゃねえ、そうどれくらい、どれくらいじゃん模試を解く練習が一番なんていうか、うん、役に立つレベルって、うん、600点、650ぐらいは欲しいよね。でも確かにね、え、多分ね、200問解いて100問しか合ってないって、うん、自力で合ってるのってさ4割以下ぐらいでしょ多分、うんうん、勘で合ってるのも入れてるからさ。確かにそうですね。だからそれ考えると、うん、650ぐらいは欲しいかな。600点、650以上は欲しいかなって感じで、うん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 、まあだから例えば今500点以下の人は、うん、もうちょっとさ基本的な単語集で単語を覚えるとか、うん、文法の勉強するとか、うん、なんかリスニングの練習するとか、うん、ある程度、うん、トイックで600、650ぐらい取れる力をつけてからもしやった方がいいですよね。なるほど。だってほら、なん確かに。だってあの、え、これわかんない、これわかんない、これわかんないだってさ、問題解く練習になってないからね。うん、確かに。ある程度あの単語の意味とかさ、うんうん、よく問われる文法とかわかるようになってから、うん、もしやった方がいいと思います。
で650超えて、本日730目指してますとか、860目指してますよみたいな時ってあるじゃないですか、うん、その時にまあじゃあ模試を解いて、そうだね、模試を解いて答え見て、うん、あこれ合ってた、これ間違えてたって、で、あの一番大事なのは間違えたところ、あとはまあ勘でやってまぐれであったところもまあ間違えとしてカウントして、これはなんで A じゃなくてB が答えなんだっていう理由をはっきりさせとくっていうのがすごい大事ですよね、うんうん、まあ解説見て分かればいいんですけど、もし解説見て分からなかったらなんか文法書で調べるとか、あのヤドカリもしに関して質問あったら私に連絡くれれば答えます。おすごい、どうやって連絡すればいいんですか？俺のブログのブログメールフォームがあるんで、これだったらこの3冊だったら解説見てよくわからなかったら聞いてもいい、聞いてくれたらあの丁寧に答えますんで、すごい、ご遠慮なくどうぞ。動画の説明欄にじゃあリンクを貼ります。ガンガン質問してくださいってことなんでね。そう、はい、でまあ、うん、そう、自分で調べるなり人に聞くなりして、うんうん、あそうか、こういう理由でこれが答えなんだなっていうのを理解して、で TOEIC の問題ってまるっきり同じじゃないんだけど毎回似てるじゃないですか。そうですね、なんかさ、うん、ほら質問の、まあ、形式も似てるし、パート3とかパート4の会話とかトークの流れとか、うん、ピックとかもまるっきり同じじゃないとしても割と似たのが多いん で、うん、である程度そういうのに慣れてくれば、あこれ練習の時やったのに似てるなっていうのが本番に出てくるから、うんうんうん、そこであの練習の時は間違っちゃったんだけど本番で解けるような状態にしとけば、うんうん、正解する数が増えていくから点も上がっていく、うん、問題解いて答え合わせして、あこれ間違っちゃった、なんで違うのかな、よく分かんないやっていうあやふやな状態にするとまた間違えるから、同じ問題出た時、うん、でそうしたら全然上がんないじゃん。同じ問題が出る、まるっきり同じじゃなくても似た問題がきっと出る、うん、だから今度それと出会った時は絶対解けるようにしとくんだっていう意気込みで復習してください、うんうんうん、はい、でそれができればだって上がるじゃん。で、まあ、200問だと少ないから400問だと少ないから600問ってやっていけば、それだけ網羅されてる範囲が広くなるから、うん、同じ問題に出会う確率も高くなるから、いろんなパターンに出会ってってことですね。そう、解けば解くほど良さそうですね。うん、まああとは単語だよね、うん、単語、うん、問題の正解にかかってない部分で知らない単語とかあったら覚えておくと、うん、それが次受けるときは正解に関わる部分で使われてるっていうことがあるから、うん、まあでもね、それはやるんだったら公式問題集でやった方がいい。公式問題集の方が公式ね、本当そう、本当公式問題集でさ、出てる単語で公式問題集中では正解に絡んでないから、うん、知ってようが知らなくても関係ないんだけど、うんうんうん、っていう単語が本番のトイックではパート5の語彙問題に使われてたりあるから、まあ、ヤドカリもしやる前に公式問題集5冊10セット分わからない単語が全然ないぐらいにしとけば結構いい線いけると思う。確かに、まあ、結構じゃあそれやったらその単語を覚え全部っていうのは結構レベル高いじゃないですか、うん、ってことはもう結構もう900取ってますよとか、うん、それぐらいの人がやるといい感じですかね。そう、うんうん、だからまあ600、700ぐらいの人はまああんまり神経質にならない、完璧にしようって思わないでいいと思うけど、うん、でもやっぱ単語は大事だから、まあ、筋フレとかやって筋フレをあの単語を覚えた方がいいんじゃないですか。筋フレだそうです。神崎さんも出してるでしょ。本俺も出してる、あの、なんだっけ、あのこういう丸がついてる。そうそうそう、よく知ってるじゃん。出る順でも学ぶボキャブラリー990っていうのはあるんだけど、はい、まああれもいい。あれもいいんだけど、あれもいいけど、あれ1680円で、うん、筋フレ840円とかだから、うん、あっちの方が安いし、うん、まあ内容も筋フレの方がいいし。デリジンで学ぶボキャブラリーの方がちょっと大きいから、うんうんうん、まあちょっと見やすいかな。ああ確かに筋フレ新書だから、まあ、ちっちゃくて軽くても、うん、持ち運びはしやすいんだけど、うん、あとまあね、筋フレの方がちょっとレベル高い。だから初心者の人は銀フレっていうのがあって、うん、銀のフレーズっていうの持ってきましょうか、うん、あまずはじゃあ神崎先生のこれが
私が書いた単語本で新統一テストデリジェンで学ぶボキャブラリー990っていうとレベル高そうですね。うん、低いって。え低いよ。990って書いてある。990アイテム入ってるっていうだけで990目標ってわけじゃない。だって初めプロダクト、エンプロイ、ビジネス、カスタマー、マンスリー、リポート、スケジュール、メール、リシーブ、ビジター。まあ基本単語で後ろに行けば行くほど難しくなる、うん、ね。一番売れてるのが TOEIC L&R テストデリジェンで学ぶ、うん、金のフレーズ。友人のテックス加藤さんっていうね人が作ったんですけど、すごい。これ100万部突破だ。100万部突破すごい。これのがちょっと難しいの、うん、そうでもないか。 Anyway Following Refer Available Department Conference According to Likely Offer Equipment、まあ、同じぐらいか。同じぐらいで、はい、これが割と最近、そう去年の2018年ですよ、うんの2月ぐらいかな。 TOEIC L&R テストデルタン特急銀のフレーズで、これ一応初心者用だから優しめなのかな。 Begin Work Company Order Employee Information Receive Last Need Travel。 あ、こっちの方が簡単だな。そうですね。初心者はちょっと単語力ないなっていう人はこれがいいんじゃないですかね。 OK です。てな感じで、まあやっぱ単語大事だよね。だって単語わかんなかったらさ、何にもわかんない。リスニングもリーディングも単語がわかんなかったらわかんない。で、単語が分かれば文法分かんなくても、うん、まあ、ある程度なんとかなる。パート5の文法問題はダメだけど、だけど他のとこはさ、文法を知らなくても単語が分かればまあこういうこと言ってんだろうなぐらいで選べちゃうから。選択式だからさ、うん、ほら自分で話せとか自分で書けとかいうテストだとちゃんとその辺も分かってないと、なんかグタグタな文法だと話してもさ、書いてもグダグダだけどさ、聞いたり読んだりしたことで4択でどれか選んでくださいぐらいだったら、うん、単語の意味分かれば何とかなる。確かに何とかなりますよね。うん、単語が一番大事だと思います。なんとなくまとめると、うん、これ600点目指してますよとか、まあ730目指してますよぐらいだと、まあもしはそこそこに、そこそこまあやりつつ、単語は別で銀のフレーズとかを使って、うん、まあ、ちゃんとそれをやっていった方がいい。そうですね。OK です。それが文法は後回しみたいな。文法はパート5、6で使われるような、あ、これと同じシリーズで文法特急、うん、まあそのぐらいやった方がいいかもしれないね、うんうん、パート5、6の文法問題ちょっと解けないっていう人は。あれ人気ありますよ。人気ある人気ある、うん、あれもめっちゃ売れてますよね。うん、売れてる。花田さんが書いてますね。おすすめです。おすすめだそうです。あれもいいんじゃないの、あのアルクでさ、あのすごい初心者のゼロ取り、そう、それよく知ってる、ね、あれいい。あのね、禁止問題のところのなんかリストみたいなのがバーって出てた、これすごい使える、うんうん、いいですね。ゼロ取りとゼロ取り、ゼロからっていうゼロからってのがいいですよね、うん、初心者向け、うん、まあそれをやりつつ、じゃあ、まあ、バランスよくってことですね、うん、はい、OK です。これちなみに、うん、この3冊リーディングも音声ついてるじゃないですか。あ、なんか意図があったんですか。そう、あのほら音声あった方がなんか、うん、いいじゃん。まあ音声使って、はい、いやこれリーディングってさ、文字書いてあるけどどうやって読むとかわかんないじゃん、うん、で音声あった方がわかるよね。そうだ、いいこと言いますね。これですか、忘れてた、すっかり。この3冊リーディングセクションも全部音声ついてて、うん、無料でダウンロード、うん、または ABCD のアプリ上で聞けるようになってるんで、うん、ぜひ使ってください、うん、この本の売りはそれだった一つ。よく覚えておいてください。覚えてください。一緒に音読とかしてくれるんですか、オーバーラッピングとか。そう音声使っていろいろそういうリス&リピートとかオーバーラッピングとか、うんうん、シャドウインとか、まああのどうやって読むのかなっていう確認だけでもいいですけど、まあ聞いてるだけよりさ、ちょっと声出した方が楽しいかなと、うんうんうん、確かに、うん、声出した方がね楽しいですね。あのでもそういうの嫌いっていう人もいるから、まあまあね、まあ、嫌いな人はやらないでもいいけど、うん、好きな人はどんどんやってください。そういう声に出す練習とか、うんうん、声出した方がね覚えんと思うんだよね。まあでもそれも人によるか、僕の前でも声出した方が覚えるんじゃないかなとは思いますけどね、うん、まあちょっと
試してみるのも悪くないんじゃないですか。これ多分この話多分 もしこんな感じなんですけど、もし一回解いて、まあそのさっきの話だと、うん、集中力とかのためにやるじゃないですか、二、うん、回目とか解いたりします？俺はやんないけど、まあ、そうですね。だから教える時に二回解きなさいって言うのかとか。問題にもよるかな、うんうんうん、パート5は何回も解いた方がいいかもしれないね。パート5は何回も解いた方がいい。パート3とかだとさ、うん、もうなんか話覚えちゃってるからさ、確かになんか、うん、パート2もやるんじゃないかな。あとまあなんていうか自分の出来具合っていうか、うんうんうん、だってさ全部合ってたらさ別に2回解くことないでしょ。ないですね。で間違ってるのが多くて、うん、でそれで自分で復習して正解の根拠を確認して本当にその正解の根拠をちゃんと理解できているのかっていうのを試す意味で、うん、もう一度解いてみるっていうのはいい練習になると思いますね。あとは200問全部やり直す必要ないからさ、できなかったところだけやり直すとか、ここがなんか間違っちゃってるなっていうとこだけやり直す、うんうんうん、そういうことですよね。全部やり直すのはなんかちょっと 非効率的な気がしますけど、まあ、確かに全部やるのはね、まあ、そんだったらなんかフレッシュなのやった方がいいかもしれない、うん、うんうん、わかりました。ありがとうございます。あと何かありますか、もしで。一番大事なのは2時間まとめて解くっていうのでってことですよね。それで 50% ぐらい、うん、あとの 50% は復習っていうか、うんうん、間違いの根拠をはっきりさせて、うん、同じ間違いをしないような状態にしておく、それがだから自分でできる人とできない人がいいのかな。頭使ってくださいね。まあ確かにそうですよね。でもなんか試験勉強ってみんなそうじゃん、受験勉強とかさ、うん、問題解いて間違えて、うん、ああ間違っちゃったで終わりにしてたら進歩ない、うん、間違ったのをもう間違えないように、今度同じ問題出たら間違えないような状態にするっていうのが、うん、試験勉強の基本だと思うけどね。って感じですかね。そういうことです。 OK です、はい、ありがとうございます。もしについてはそんな感じってことで、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。